はいどうも、ミニマリストたけるです。本日はよりこさんのお宅にお邪魔しておりまして、今回の動画ではよりこさんが手放してよかったもの、減らしてよかったこと、やめたことをちょっとご紹介していただきたいと思いますので、お願いします。お願いします。はい、ではまず自己紹介お願いします。はい、よりこと言います。はい、 YouTube とブログをやってます。はい、よろしくお願いします。はい、ということで、まあ、早速ですね、今回の動画ではよりこさんの手放してよかったもの、はい、減らしたことをやめたことっていうのを、まあ、ご紹介していくとともに、はい、まあ、引く生活の魅力とか良さをお伝えできればなと思いますので、はい、お願いします。で、今回は15個ぐらい、ね、はい、ピックアップしていただいたということで、はい、はい、じゃあまず早速1個目、はいはい、1個目は、はい、あるあるなんですけど、はい、マット類。マット類ですね、はい。まあ、具体的にどういうマット類を手放したとかっていうのは。そうですね、今この部屋に多分マットが1枚もなくて、うん、そうですよね。はい、昔持ってはいた。持ってました、トイレマット トイレマット、はい、あとキッチンの下に引くマットと、はいはいはい、玄関マット。あ、玄関マット、はい、はい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 、の3つを持ってたけど、はい、ラグも持ってました。あ、ラグも持ってて、はい、実際なんか手放してみて良かったこととかっていうのはありますか。楽なんですけど、うん、すぐ掃除するようになりました。ああ、なるほど、はいはいはい。それはもう特に面倒くさくはなく。そうですね、もうマットがないから拭くしかないし。ああ、そうですよね、濡れてるから拭くしかない、うん、なるほど。意外とあれ、よりこさんズボラっていうか面倒くさがり屋ですか。だいぶ面倒くさがり屋ですね、はいはい、なるほど。まあ、だけど、まあ、そのマット類があることによってその洗濯の面倒だったりとか、はい、まあ、あるから、まあ、ちょっとこまめに掃除するようになってよかったっていう感じですかね、はい、そうです。では続いて2つ目は、はい、お風呂の時に使うゴシゴシするタオル、うん。あ、はい、あのお風呂用 の、はい、あの入った後じゃなくて洗う用のってことですか。そう、あ、そういうことですね。ゴシゴシタオルってなんだろうと思って、はい、なんていうか分かんなくて、はいはい、それも手放したんですね、はい、以前は持ってて、あ、持って普通に毎日使ってたんですけど、うんうん、それはなぜ手放そうと なったんですか。なんか昔タモリさんが手で赤は落ちると、あ、なるほど、手の汚れ落ちるって、はいはい、言ってたのを聞いて、うんうん、試してみて、お、今でもう今でも手でやってるみたいな。そうです。お、なるほど。あ、じゃあタモリさんがきっかけで手放したんですね。はいはいはい、まあ、僕自身も、まあ、正直なんかそういうタオルと か、 なんかスポンジ系はなくてもいいなと思って、はい、でなんか手の方が肌に優しい感じもして、そうそうそう、まあ、僕自身もそれで、まあ、良かったなと。タオルを買う、まあ、お金とかもかからないし、うん、いいなって個人的には思って。よりこさん自身はなんかそういうゴシゴシタオルを手放してみていかがでしたか。なんか良かったこととか気づいたこととかあれば。わ、乾燥がやっぱりちょっと減ったなっていうのはあるんですけど、あ、なるほど。ただちょっとやっぱり気になるですね、はいはい、何本当に汚れをしてるのか。あ、あ、なるほど、そういうことですね。気になるので、はいはいはい、あの、うん、銭湯とか行った時は、はいはい、うん、あの布の手拭いで、うんうん、その時にちょっと、はいはいはい、一斉に一斉掃除みたいな感じ。まあ一応念のために、そうそうそう、はい、まあ、大掃除的な感じですよね。そんな感じでやってます。はいはいはい、普段はちょっと優しめに肌のことを考えてやって、はい、で、まあ、銭湯にお風呂入りに行った時に、まあ、ちょっと念入りに洗うというのでも全然大丈夫っていう感じですね、はい、では続いて3つ目はマスカラです。マスカラ、はい、はい、これ昔はしてたけど、はい、もう今では全然しなくなったっていう。あ、もう全く持ってないですね。ちなみにそのマスカラを手放そうと思ったきっかけとか理由っていうのはあるんですか。化粧する人は、はい、目の下にマスカラって落ちたりするんですよ。ああ、はい、上のから下にってことですか。あ、そうです。なんか目の下が黒くなっている、はい、はいはいはい、わかりますか、うんうん、がすごく嫌で、おー、なんかこうウォータープルーフマスカラみたいなのがあるんですね、うんうん、とかもいろいろ試したんですけど、はい、なんか目の形的にやっぱり落ちてしまうので、うん、いっそのことやめてみようと。なるほどなるほど。あのマスカラっていうのは要するにその目をパッチリ見せるためのやつ。そうです、ですよね、目をパッチリ見せる大きく見せるというか、はい、そこは別に気にならなかったですか。最初はすごい抵抗あったんですけど、はい、なんか慣れてしまったら、うん、特に気にならなかったっていう、はい、お、なんかそのマスカラを手放したことによってなんか化粧が変わったりとかはしたんですか。他の部分というか、よりナチュラルな感じになっていました、具体的になんか何を減らしたとか何をやめたとかってあるんですか。マスカラをやめて、で、目をさらにパッチリ見せるためにアイライナーとかを、あ、はいはいはい、それも治ってないです。
はい、あ、そうなんですね。じゃあマスカラ以外にも、まあ、その連動してちょっとやめたものとか減らしたものもあったりとかっていうところですね。はい、はいはい、で実際、まあ、そのマスカラによるそのストレスがなくなって、はいはい、他にも何か良かったこととか気づいたこととか、はい、クレンジングがめっちゃ楽になる。ああ、なるほど。あ、確かに確かに、化粧がねよりナチュラルになるから、はい、落としやすいっていうのもあるし、はい、だから化粧する時間とかも減った感じですか、もしかして。そうですね、減りましたね。朝の身支度とかね、楽になりそう、はい、一瞬です。そうだからね、まあ、そういうマスカラによるストレスを抱えてる方は一回やめてみるのもありだという感じで、そうですね、はい、ありがとうございます。では続いて4つ目、はい、同窓会。おお、なるほど、まあ、これ結構ねミニマリスト会というか、はい、まあ、ちょっと面倒くさがりの人とかはもう絶対行かないとかいうことはよく聞きますけど、はい、もうだいぶしばらく行ってない。しばらく行ってないですね。お、行くのをやめようみたいな思ったなんかきっかけとか理由はあったんですか。いや、やめようというか、うん、なんか誘われたら、うん、なんか行かないと悪いなっていうのがあったんですけど、なんかちょっとそれを一旦横に置いといて、うんうん、ちょっと行きたくない気持ちに素直になってみようみたいなイメージです。あ、なるほど。じゃあもう一応誘いが来るけど断ってるっていう感じですか、それとももうだいぶしばらく行ってなかったからもう誘いも来ないみたいな。両方です。徐々に。あ、徐々にっていう感じですかね。実際行かなくなってどうでしたか。なんかその場で、まあ、すごく楽しい時もあるんですけど、はい、なんかあんまり感じたくないなっていう思いとかを、うん、同窓会が終わった後になんかちょっとこう悶々と考えたりすることがあったんですけど、うん、それはなくなって。ほう、え、何が感じたくなかったんですか。なんかこう、なんかすごい楽しいのに、はい、自分の考え方がちょっとネガティブになるんで、なんか人と比べたりとか。あ、なるほどなるほど、はいはいはい、なんかあの時は一緒の空間にいたのになみたいな感じで、はいはいはい、そういう余計なことを考えたし。確かに確かに、もうやっぱりだいぶ月日も経って考え方だったりとか、はい、お仕事とか、まあ、ご結婚されたりとか、いろいろ変化がある中で、うん、気使ったりとか気使われたり、はい、比較したりとか、まあ、そういうストレスが結構多いから行かない方が個人的にもいいかなっていう思いましたね、改めて。ということで、じゃあ続いて5つ目、手放して良かったものは残業。はい、残業ですね、はい、昔はよく残業やられてたんですか。今は派遣のお仕事なんですけども、はいはいはい、うん、前正社員で働いてた時は、うん、割とこう常習的にっていうか、基本的にちょっと遅くなっても、うん、はい、まあ、それが当たり前みたいな感覚になってたんですけど、はい、これはまあ普通に、まあ、お給料いただけるいい残業ですか、それとももうサービス残業。サービス。おお、なるほど。はいはいはい、まあ、それをやめたっていう。そうですね、はい、で、まあ、今は派遣なので、うん、残業した分はもちろん、はい、もらえると基本的にはいただけるんですけども、うん、それでも、まあ、なるべく時間内に、はい、終わるような形で。なるほどなるほど、まあ、自身で心がけてるって感じですか、その残業しなくてもいいように。そうですね、それもありますし、はい、なんかこう雰囲気的に、うん、あ、終わったけどなんか、あ、みんな帰ってないから、はい、もう10分いた方がいいのかなっていうのはやめました。あ、なるほど、はい、もうスッと帰るみたいな。そうです、はい、で実際はこの残業やめてみてよかったこととかもありますか。早く帰れます、はい、そうですよね、労働時間がなくなって、ね、実際ゆり子さんはその残業がなくなったことによって多分いる、あの、そのお仕事後の余るじゃないですか、時間が。余ります、はい、なんかどんなことをして楽しもうとか、 なんかどういうことをし始めたとか、はい、なんかいろいろあるですかね、はい、まず平日に予定を作る、うん、おお、はいはいはい、まあ、仕事が終わった後になんか楽しみとか食事とかいろいろも含めてですし、うん、なんか前はサービス残業でなんかいつ終わるか目処が立たなかったので、はいはいはい、なんか休日に予定を詰め込みがちだったんですけど、うん、あ、そうですよね、平日ね、はい、長くなればなるほど、そうです、もうあとはもうご飯食べて、はい、もう寝るだけみたいな感じだったけど、はい、残業しなくなったからいろいろできることがあって、はいはい、もう休日とかも結構じゃあのんびりできそうですね、そしたら。そうですね、なので平日に予定をやらないといけないこと、うん、やりたいことをやって、うん、休日はなるべくのんびり過ごすように今はしてます、はいはいはい、いいですね。だから結構、まあ、ビジネスマンだったりとか、まあ、女性の方とかでも働いてる方は結構もう土日にまとめて家事したりとか、はい、そう、なんか出かけたりとか買い物したりとかしなきゃだけど、はい、まあ、やっぱりその残業やめることによって他にやりたいこととかやるべきことができるようになったという感じで、はい、はい、じゃあ続いて6つ目かな。これちょっと抽象的なんですけど、はい、断ったらダメだなっていうのをやめました、うんうん、はい、
つまり断ります。あ、そういうことですね。はい、まあ、断るようにしたと。具体的にどういうのを断るようにしたんですか？急な誘いとか、今から飲みに行かないとか、今度の日曜日暇とかっていう、最初に要件が入ってない誘い。ああ、なるほどなるほど。そういうことですね。はいはいはい。まあ、だからなんかこっちからしてみたら、はい、なんかその行く場所だったりとか、はい、その内容によって決めたいけど、そうそう、なんか最初にイエスを取らせてくるような誘いはもうやめようみたいな。確かにこれ僕もありますね、はい、その内容先に教えてくれるみたいな日付とか、はい、はいはいはい、まあ、それをもうやめるようにしたと。そうですね、うん、仲いい友達とかでも、はい、なんかこれ断ったら気まずくなるかなとか、うん、ちょっと気にしがちだったんですけど、うん、まあ、それとこれとは別かなと思って、うんうんうん、でもご友人とかも、まあ、ちょっと急なお誘いはもう断るように、はい、もちろん行きたい時はね行くんですけど、はい、うん、なんかちょっと体調悪いなとかいう時は、うん、はい、なるほど、断ったりもするようになります、はい、もうそれで全然まあご友人とかも変な空気にもならず、あ、そうですね、嫌な顔もせず、はいはい、特に友人関係 その縁が切れたとかもなくっていう感じですかね。切れたらもう、はい、うん、そこまで。じゃあ実際よりこさんも断ってから何か良かったこととかありますか？あ、一人の時間を楽しめたり、お、あと断ったら、あ、うん、自分はこれが嫌やったんやって分かって、なるほど、はいはいはい、なんか自分のやりたいこととか好きなことはちょっとはっきり見えるように、うんうん、そうですね、確かになんかもう線引きがしっかりできますよね、うん、なんか曖昧にしちゃって、あ、なんかちょっとどうしようかなって悩んじゃうと、うん、なんかもうだんだん負の部分が増えてたりとかするけど、うん、もう嫌なものは嫌ってスパッて切り捨てることで好きなものが明確になったりとか増えてたりとかしますね。では続いて7個目、ゆりこさんが手放したもの、減らしたものは？掃除機。今もう掃除はウェットシート、はいはい、オンリー。これは手で？なんか手でというか、あのクイックライパーみたいに棒にやってやるんじゃなくて、はい、もう素手でこうやってバーって、はい、信じるのは自分の手だ。かっこいい、なるほど、はいはいはい。でもこれだけでいけちゃうんですか？これだけしかしてないです。え、大変じゃないですか？だってもう要はちょっと雑巾がけっぽい感じですもんね。そうですね、まあでも毎日朝拭くだけなので、うん、ほう、逆に私は楽になりました。例えば、はい、その毎日どこを掃除するんですか？床に関しては毎日拭いてます、うん、朝、すごい。この6畳ぐらいの6畳とキッチンと玄関、お、一続き2分とかですよ。ああ、なるほどね、もうちょっとざっくりバーッとやる感じ。へえ、すごいですね。掃除機持ってた時は1週間に1回ぐらいしかかけれなかったんですけど、はいはいはい、ただ逆にないと、うん、やるっていう、毎日ほぼ毎日、はい、まあ、確かに掃除機があると、まあ、ある程度汚れてからやればいいかっていう思考になりますよね。確かに。だけど、まあ、あえて掃除機手放すことによって、はい、まあ、綺麗な空間が保てるようになったみたいな。はい、そんな感じで、はいはいはい。続いて8個目、減らしたもの、手放したものは？3足1000円で売られてる靴下を買うのをやめました、うん、これはつまり今はどういう靴下を買うようにしてるんですか？今は、はい、これなんですけど、はい、見えるかな。靴下屋さんの靴下、あ、はいはいはい、っていう3足1000円よりかはちょっと高いかもしれないですけど、うん、500円とか600円とか1足、はいはいはい、1足ずつ買うようにした。で、靴下屋さんの買うようにしたっていう、同じシリーズの色違いを買うことが多くてですね、なんでまたこの3足1000円の靴下を買うのやめようって思ったんですか？3足1000円って、はい、3足1000円じゃないですか。買わないと安いイメージないじゃないですか、うん、はいはいはい。本当は2個でいいんだけど、あー、なるほど、あと1個別に好きでもないし、はいはいはい、あんまり欲しくもない人の靴下を選ぶっていうのが、はい、なんか自分の中で結構モヤっとポイントだったんですね。あー、なるほど。だから、まあ、必要十分の靴下と、あと自分自身が気に入った色の靴下を買いたいから、そうです、はい、もうこのまとめ買いの靴下はもう買うのやめたと、はい、やめました。はい、ということで、続いて9個目、ゆり子さんが手放したもの、減らしたものは？あと1個
かったら 10% オフとか、はいはい、ありますね。はいはいはい、ちょっとお得な感じを出してくる、お得な感じを出してくるので、うんうんうん、めげずにいらないです、いらないっていう、はいはいはい、まあ、そういうのはもうちゃんと断って必要なものを必要な分だけ買うようにしたっていうことですね。で、実際ゆり子さん自身なんかそんな風にしてみて良かったこととかはありますか？賞味期限切れとかのものはちょっと少なくなって、確かに、はい、使い切れずに残るものがなくなって、はいはい、確かに捨てることがなくなりそう、はい、そう、僕結構いろんな、なんかお部屋というか片付け動画撮ったりとかするんですけど、はい、まあ調味料とか食材とか結構捨てるんですよ、はい、そう、だいたい賞味期限が切れたりとか、なんかもう使い切れずにずっと1ヶ月、はい、2ヶ月とか、そうそうそう、あるけど、そういうのもったいないから、はい、そう、まあよりこさんみたいに、まあなんかその、あと1個買ったらお得だよとか、買ったりとかはしない方がいいですね。ということで、続いてよりこさんが減らしたもの、やめたものは、サービスランチ。ほうほうほう、サービスランチっていうのは普通のランチとは違うんですか？お店的に日替わりランチっていうのをやってて、それが名物だったり美味しかったりする時はいいんですけど、本当はグランドメニューのなんか焼きそばが食べたかったのに、サービスランチでラーメンと餃子がついてるから安いからこっちで行ったって、やめました。なるほどね、そういうことですね。そうです、はいはいはい、焼きそばが食べたかったら、うん、ちょっと100円高くても焼きそばを食べた方がいい。確かに、そのお金とかその節約じゃなくて食べたいものを食べようみたいな当たり前のことなんですけど、まあまあまあ、でも確かに僕自身も昔はやっぱりその安い方に行ってたんですけど、うんうん、最近はパッとメニュー表を見た時にもうパッとこれ食べたいっていうものを選ぶようにしてて、あんまり金額とかは関係なく、はい、はい、選ぶようにしてて、よりこさんは実際そんな風になんかその節約、安いものよりも好きなものを食べれるようになって良かったこととかありますか？結局なんか最終、はい、ダイエットみたいな形でちっちゃな我慢が、はいはいはい、バーンってなるのがあるんですか？それがちょっと少なくなったので、あ、なるほど、もう自分がその時に食べたいものを食べるようになったから、はい、ストレスが溜まりにくくなったというか、はい、確かに確かに、はい、ではじゃあ続いてゆりこさんが減らしたもの、やめたことは、テレビです。はい、テレビはね、結構ミニマリストさん手放す方多いですけど、はい、テレビを手放したきっかけは、まあ、引っ越しの時に、うん、あえて買う必要ないかなと思って、はいはいはい、まあ、お試しな感じで過ごしたんですけど、はい、全くもう必要ない、まあ、いいとこ悪いとこもちろんあるかな、まあ、もちろんもちろん、とはあるんですけど、はいはいはい、まあ、ないと自分のやりたいことの計画に沿って行動しやすくはなるかなと思いました。確かに確かに。では続いて12個目に減らしたもの、やめたことは、綺麗に収納すること。おお、これ意外なんですけど、はい、はい、これはなぜ綺麗に収納することをやめようと思ったというか、シンプルに向いてない、はい、でも結構お部屋すっきりして見えますけど、それはなんでやめようと思ったんですか？もうめんどくさい。一回チャレンジしてみたんですよ、うんうん、なんか俗に言うシンデレラフィットとか、 あ、はいはいはい、あと白で統一とか、あ、箱にきちんと入れるとかっていうのも一応試したんですけど、結局元あった場所に戻すっていう能力が著しく欠如してるので気づいて、へえ、でもなんかシンデレラフィットとかで例えばそのもう使ったら戻す場所が決まってると、はい、僕的になんかもう戻す場所が決まってるから楽そうだなとは思ったりとかしてるんですけど、ゆりこさんの場合は違う。私の場合は元あったところの場所がこうシンデレラフィットだったらこうより細かい細分化されるかなっていうふうに思ったんですけど、細分化の場所に戻すのがちょっと無理だなってなったので、まあ、ワンアクションとか、はいはいはい、その入れるところもここじゃなくて、そういうことですね、はい、はい、なんか細かすぎるのがちょっと苦手っていう、ちょっと神経質になりすぎるというか、無理でしたねなるほど、もう大雑把に行きたいと、はい、はい、やっぱりそれがゆりこさんにとってちょっと細かすぎるのがかえってそのストレスになってたっていう感じですか？はい、そうですね、逆にうん、ごちゃごちゃになって分かりづらくなってしまう。なるほどなるほど、だからちょっと大雑把に空間を広めにとって、はい、で、まあ、ちょっとざっくり収納してっていう感じにしてるわけですね。はい、はい、まあ、でもこれもね、一つやってみての経験だから、そうです、ね、はい、まあ、合わないは絶対あるから、できる人はやった方がいいと思います、ね、合わない人はやめた方がいいという感じで、はい、ではじゃあ続いて13個目、13個目
個目は、はい、なんか散々ズボラなんですけど、うん、実は完璧主義の傾向もあったんで、うん、それをやめました。具体的にどういう部分では完璧主義だったとかってありますか？仕事とか。ああ、なるほど。あと勉強とか。はいはいはい。なぜ完璧主義を手放そうって思ったんですか？正社員とかの時は、はいはい、なんか結構そのプレッシャーとかが多く感じてしまう方だったんで、うんはい、なんかそれもきっとなんかもっとちゃんとやらなきゃダメだって思ってて、うんうん、そのプレッシャーを感じなくてもいいところも感じてしまってた。あー、なるほど。っていうところがあるかなっていうのがあって、はい、ちょっとしんどくなってしまったので、はいはい、立場、はい、が変わった時に、うん、あ、まあこういう働き方もあるんだなとかいうふうに思って、うんうんうんまあ、どっちがいいとか悪いとかじゃないかなと思うんですけど、うんもうちょっと気楽に働こうみたいな。そうですね、気持ち的に。ちなみにその普段お仕事する上で、はいはい、その完璧主義にならないように、はい、具体的に何に気をつけてるとかっていうのはありますか？完璧主義にならない、はい、ちょっと手抜くところは手抜こうとか、はい、あでもちょっとしんどくなったらトイレに行くとか。ああ、なるほど。ちょっと気分転換だったりとか、はい、場所を変えるっていう。場所を変える。確かにそれもありですね、はい、僕自身も疲れたらお散歩行くようにしたりとかするから、はいまあ、そんな風にちょっと気持ちの切り替えみたいなのをするといいのかもしれないと、はい、あとちなみにその勉強とかでも完璧主義になりやすいっていう風におっしゃったじゃないですか、うんうん、その勉強に関しては、うん、なぜその完璧主義をやめようと思ったんですか？毎日1時間絶対勉強するとか。あ、なるほど。はいはいはい。なんかそれをやったら結局1日やらなかったら、あもうダメだってなって、はいはいはい、結局その勉強は継続できなかったりするので。そういうことですね、はい、勉強の仕方がちょっとあれだったのかもしれないですね。僕自身は1日1時間勉強するとか決めてなくて、勉強したい時に思いっきりやるみたいな感じでやってて、うんうん、だからなんか1日何時間勉強しようとかも完璧にやろうとするとちょっと結構無理が来たりとか、うんうんはい、なんかできなかった自分はダメなんだって思っちゃったりとかしますもんね、うんうん、なんかそういうのをちょっと手放してみたっていう感じで、はい、そんな感じです。では続いて、はい、ゆり子さんが手放したもの、やめたことは？ポイントカード。おお、今はもう1枚も持ってない、はい、いや結構持ってます。あ、まだあるんですね。減らしたっていうのは、はい、あ、そういうことですね、はい、はいはいはい。ちなみにその減らそうと思ったきっかけっていうのは、なんか結局お得じゃないなっていうのを気づいたのと、なるほど、はい、それで結構買い物の回数とか場所とかが結構限定されるので、それがいいところでもあるかなと思うんですけど、厳選して本当に使うものに今は絞って普段は持ち歩かないようにします。あ、そういうことですね、はい、アプリでやってたりします。あ、なるほど。じゃあその物理的なものはあんまりもうない、はい、そうですね、なるべく減らしていく方法、まあ、アプリでポイント管理してっていう、はい、あ、だからまあ財布の中とかも結構すっきりしそうですもんね、はい、やっぱりそのポイントカード手放して良かったこととしては10倍デーとか。あー、ポイント10倍デーとか、はいはいはい、あんまり釣られなくなりました、ね、おー、あー、なるほど、はい、まだ結局そういうのに釣られていくと、はい、なんかいろんなものを買ってまとめ買いして、はい、結局出費が増えてお金が手元に残らないみたいな感じになるから、はいまあ、ポイントカードをやめたところもあるみたいな。そうですね、はい、では続いてえりこさんが減らしたもの、やめたこと、はい、派閥に所属すること、はい、これ派閥ってね、えって思ったんですけど、この派閥っていうのは、はいまあ、具体的にはどういう派閥なんですか？前職がその保育士だったので、はい、あ、はいはいはい、女性の派閥。あ、女性の中は結構ありそうですよね、はい、派閥。それを辞めたというかもう抜けたみたいな。抜けたっていうか、まあそうですね、仕事が変わったっていうのもあるかなと思うんですけど、はいはい、どこかに所属しとかないとっていう風な、うんうんうん、なんかこう生き抜く知恵的なところで思ってたところがあったんですけど、はいはいはい、うん、無理に入るものでもないなって確かに気づいて、はいはいはい、そういうことですね、まあ、確かになんかその派閥争いとかでなんか他人の悪口を言ったり聞いたりとかしてもまあ気分も悪いし、でも逆にその派閥から抜けるとなんかちょっと孤立しやすかったりとかしません？それは全然大丈夫？全然大丈夫ではないですけど、はいはい、派閥に所属するストレスよりかは私はいいかなっていうふうに思ったので、はい、はい、ではじゃあ続いて最後、はい、ゆり子さんが辞めたことかな、はい、辞めたことか分かんないですけど、はい、いい人を辞めた。いい人、はい、お、それは何かきっかけとかあったんですか？いい人を辞めようと思ったのは。もう
う仕事辞めるタイミングぐらいだったかなと思うんですけど、はいはい、なんかみんなにいい人に思われたいなって多分思ってたと思うんですよ。八方美人。あ、そうです、はい、八方でも十方でも、はい、っていうことですね、はい、全員に好かれようとしたりとか、はい、嫌われたくないみたいな、はい、っていう気持ちが結構強かったので、はいはいはい、まあ、そうじゃなくてもいいし、多分それは無理だなっていうのに気づいたっていうのが近いかもしれないです。でもなんか僕自身もそうなんですけど、まあ、僕自身もなんか昔はやっぱ嫌われたくないと思ったりとか、うん、全員に好かれたいと思って、うん、なんかいろんな努力をして、うん、でもなんかそれで、まあ、なんか嫌われたりとかしたから、あ、もういいやと思って開き直ったことがあったんですけど、うんうん、ゆり子さんの場合はなんか具体的な出来事があったりとかはしたんですか？具体的な出来事はなかったんですけど、はいはいはい、もうふと思ったわけですか、うん、これもう無理無理って思ったのと、プラスそのブログとかでこう発信することも始めたので、なんか自分が発した言葉に対して A さんはこう思うけど B さんは違うみたいなところに、なんかちょっと肌感覚というか自分で実感して、そうだよなって改めて気づいたっていうことがあるそうですね、はい、確かに発信してるともういろんな意見が来ますもんね、はいはい、もうだからなんか僕自身もあの去るものを追わずっていうスタイルなんで、もう全然それでも好きになってくれる人はもう拒まず、はい、あ、おいでおいでって感じですけど、はい、もう去るものはね、もうバイバイみたいな感じになるようになったから僕自身もいい人を辞めてよかったなと思うし、うんうん、よりこさんは実際そのいい人を辞めるようになってからなんか感じた良かったことだったり気づきだったりとかありますか？行動力がちょっとついたかも、うん、これやったらあの人こんな風に思うかなとか、はい、これやったら嫌われちゃうからやめとこうかな、うん、もう考える時間とか、はい、足かせがなくなったそういうことですね。だからなんかそういう周りの目を気にせずに、はい、もう自分の思うがままにもうちょっとずつ盲信できるみたいな、はい、そうですね、いいのか悪いのか、まあまあまあ、でもなんか行動力上がるっていうのは確かにあるかもしれないですね、うん、やっぱり周りの目を気にしちゃうと、もうそのどういう人を気にするかもそうだし、なんかその気になる人数が多ければ多いほど、うん、なんかもうそこから動けないですもんね、はい、そうだけどなんかそういう人数を減らしたりとか、もういいやなっちゃう、うん、なればもうとにかく進めるということで、はい、よりこさんはもうそういうの気にせずもう突き進んできたということで、はい、ありがとうございます。はい、ということで、今回の動画ではよりこさんが手放して良かったもの、減らして良かったこと、やめたことを約15個ぐらい、はい、ピックアップしていただきました。ぜひ皆さんも参考になったものは、実際に生活で試していただければと思います。ということで今回の動画終わりにしたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。